こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンセットタイヤフェア、好スタート。ダンスインザーロー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンセットタイヤフェア、花に立ちます。その後ろからはダンスインザーロー、この馬も上がっていく構えです。さらにはアライール、10番マッハレインボー、その後ろクリスタルエクセレント、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から、サンセットタイヤフェア先手を取りました。黄色の帽子マティアラ、その後ろハライール、すぐ後ろ、その後ろにマッハレインボー、赤の帽子ダンスインザーロー、その後ろすぐ隣にカリスマブレイク、その外からバイスバウンド。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてサンセットタイヤフェア、ハライール、ほとんど差がありません。マティアラ3番手、ダンスパートナーいい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はハライール、サンセットタイヤフェア、その後ろ並んでマティアラ、カリスマブレイク続いています。ダンスインザーロー、その後ろ並んでマッハレインボー、その隣からはバイスバウンド、ビッグアワー、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。ハライール、サンセットタイヤフェア、ほとんど差がありません。マティアラ3番手、ダンスパートナー、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ハライール先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はマッハレインボー、あと 200m、 先頭はマッハレインボー、残り 100m、 ダンスパートナー抜けた。マッハレインボー追いすがります。ダンスパートナー、ダンスパートナー、1着2着にはどうやらマッハレインボー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンスパートナー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってエアグルーヴ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はメジロメドレー、残り 200m、 エアグルーヴ先頭だ。これは強い。2番手はメジロメドレー、エアグルーヴ先頭だ。エアグルーヴ独走、エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はスイートティアラ、これは物が違う。エアグルーヴ短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭に立った桜栄光を突き放しにかかります。後続は大きく離れました。2番手はエトワールドーン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。桜栄光を1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。桜栄光を
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った55Z 先頭、2番手は稲妻高尾、あと 200m 55Z 先頭だ、 55Z 先頭、2番手は稲妻高尾、 55Z 1着、 55Z 完勝、 55Z 1着、2着はバンブーゲネシス、 55Z 見事一番人気に応えました。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はイブキパーシブ、イブキパーシブ抜けた、アジュディケーター、迫る、やはり強い、イブキパーシブ、イブキパーシブ、イブキパーシブ1着、2着にはどうやらアジュディケーター、1番人気に応えました。イブキパーシブ見事です。